神話の国の玄関口、島根県出雲市 JR 出雲市駅に来てます。今回は2024年6月15日に引退したはずの特急ヤクモ3パー1系がなんとね走ってるみたいなんで、それに乗っていこうと思います。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、特急ヤクモね、これまで3パー1系が走ってたんですけど、新型ヤクモね273系に置き換わって6月15日ね完全引退したはずなんですけれども、なんとねお盆期間中の8月9日から18日の間になんとね、あの走らせるということでね、はい、乗っていきます。いや、あの特急ヤクモねずっと走ってた3パー1系なんですけれども、最後ね、まあ、ラストランのちょっと前なんですけど乗ってきて、まあ、動画でもね、あの、まあ、感動のラストランみたいな感じで出したんですけどね、あのラストランは一体何やったんやって突っ込みたくなるんですけど、あの3パー1系がまだね復活してくれることは非常に嬉しいんでね、それに乗っていきます。そうそう、これ出雲市駅ですごいもん見つけたんやけど、山陰新幹線、伯備新幹線の、まあ、計画みたいなね、こんなのがあるんやけど、まあ、実現すんのかね、こんなもん。北陸新幹線のね、あの京都大阪まで行く計画よりもこっちの方がね、あのあんまり実現的には厳しいような気がするんやけどね、まあ、できたらできたで面白そう。はい、それじゃあ JR 出雲市駅1、2番ホームにやってきました。今回乗っていくのが特急ヤクモ12号岡山行きです。一応3パー1系で充当されるのが、上りが特急ヤクモ12号と28号で、下りが13号と29号に、ね、なってます。特急ヤクモは列車ごとによって停車駅が異なるんですけど、今回乗る12号は、この出雲市駅を出ると、新地玉造温泉、松江、安木、米子、根生、新見、備中、高橋、倉敷、岡山の順に、ね、止まっていきます。なので伯耆大山、庄山、総社は通過するタイプですね。はい、それじゃあ9時40分発の特急ヤクモ12号やってきました。 JR 西日本の3パー1系ゆったりヤクモ編成で来ましたね。もう国鉄編成はもう廃車改装で確かなくなってるはずなんで、いや、やっぱりねいいね3パー1系って言ってもまだあの引退してから2ヶ月も経ってないんで、まあ、そんなにあの違和感というか懐かしいなみたいな感じはせえへんねやけど、まあ、ダイヤ改正後からね全車指定席になりました。列車6両編成になってます。はい、それでは早速乗っていきます。
ゃあ列車で出雲市駅を出発しました。やっぱりね、特急ヤクモで言えば参拝地区やね、こっちの方が乗っててしっくりくる。273件の新型ヤクモ乗ったんですけど、快適性はあっちの方が圧倒的上なんやけど、やっぱこっちの方が好きやね、個人的には。いいわ、また乗りに来てよかった。列車名古屋を通過。来るんやけどね、なんとも言えない良さがある。もう何回も紹介してきたんですけどね、特急ヤクモ参拝式のデッキ部分こんな感じ、5号車ゴミ箱があってね、これ洗面台、もうちゃんとエチケット袋もあるよ、ありますね。これはね、サンパチ系名物でね、あの振り子で寄ったりした時に巻きそうになったら、ね、これを使うっていうのがあるんですけどね。いや、これも残してくれてる。でこれトイレですね。国鉄のサンパチ系は日本初の振り子装置を搭載したね、特急型電車。特急ヤクモは山陽の岡山と山陰の出雲市を結ぶ引用連絡特急で、ずっとね参拝地が走ってきたんですけれども、2024年6月15日で完全引退したんですけど、まさかのね今回復活ってことで、まあ、ラストランもやった後にねツッコミどころ多いんやけど、やっぱりこうやって走ってくれてるとね、めちゃくちゃ嬉しいしテンション上がりますね。参拝地系なんですけども、引退後保存するとかいう話があったんですけど、この車両なんとねアスベスト使ってたんですよね。だから保存するのを、ね、断念したっていうニュース見ました。まあもう国鉄のね古い車両だからね、もうそういう素材使ってるのはしょうがないっちゃしょうがないんやけど、アスベストはねちょっとどうしようもないね。そうやったら他の国鉄車両もね使ってる可能性あるかもしれないんで、まあ、保存は厳しいみたいです。特急ヤクモ参拝地系で山陰本線を高速で駆け抜けていきます。もしかしたらね今回のお盆期間中が本場の最後のラストランかもしれないんで、来年もね走らせたらちょっと覚えないんで、ほんまにこれが最後の参拝地系の乗車になりそうです。新事故の、ね、案内をしておいてますね。新宿でいうとね、左手にあの新宿がねよく見えるんですよね。島根県といえば新宿。新宿がね左手に綺麗に見えます。特急ヤクモ参拝地区がねこの新宿の景色見れるのは今回が最後かもしれない。窓もね、参拝地形らしい形になってる。
小物入りがあってコンセントはないよね。これまもなく松江に到着。島根県の県庁所在地のね、松江市。列車松江を出発。嬉しいと思うかもしれないですけど、鉄道に全然興味ない人はね、273系の新型ヤクモの方が快適やから、あれなんか古いの来たなみたいな思うかもしれんけど、いやこっち乗っとくべきよ今は。でお前ね、引退するのはねもったいないぐらいね、まだまだ走れるのよね。列車米子に到着。参拝して今時速ね120キロで走ってます。力強い走りですね。
大山を通過すると山陰本線から伯備線に入っていきます。これね、あの参拝式のデッキ部分なんですけどね、今夏場なんですよ。暑いんですよね。ここはあのエアコンとか冷房効いてないね。快適性はね、それは客室の方がいいですよ。デッキ部分の方がね、モーターの音とか走行音がよく聞こえるから、それがいいんですよね。こう線は山間部を縫うように通っていくんで、どんどんね山の中へ入ってきます。あそこでね、この国鉄参拝地形の本領発揮、自然振り子装置をね搭載してるんで、カーブでもスピードを落とすことなく車体を傾けて列車は走行していきます。カーブなんですけどね、ちょうど車体が、ね、傾斜して傾いてます。速度を、ね、あんまり落とすことなく、ね、走行していくことができるのがこの振り子装置のメリットですね。この参拝地形の、ね、振り子は自然振り子なんで、ちょっと古いんでね、結構酔いやすいんですよ。そこはあの新型ECMOの273系は改善されてるんで、伯備線はね、山の景色が綺麗でね、いいですよね。まもなく新見に到着。芸備線、紀新線の乗り換え駅止まってるよ。ご乗車ありがとうございます。特急やくも12号岡山行きです。備中高橋、備中高橋です。降り口は右側です。備中高橋を出ると倉敷、終点岡山の順に止まります。
線岡山です。お出口は左側3番乗り場に着きます。新幹線、山陽線、瀬戸大橋線、久野港線、赤穂線、津山線、この花郎線ご利用のお客様はお乗り換えです。新幹線ご利用のお客様は先ほどの階段を上がって2階の新幹線乗り換え改札口へお越しください。棚の上など車内にお忘れ物ないようお降りください。はい、じゃあ12時50分、列車3分遅れで終点岡山に到着しました。いや、力強い走りやったね。いや、よかった。今回ね、お盆期間限定の運行ってことなんで、次走るか分かんないですけど、だから今回がほんまに最後の、時役も参拝式の乗車になったんじゃないかなと思うんでね、乗ることができてほんまに良かったと思います。じゃあ今回は、お盆期間限定で走る特急やくも3パー1系に乗ってきたという動画でした。ありがとうございました。